こんにちは、ピース村山です。今回も筋肉博士こと山本伊集院先生にですね、お越しいただきました。山本先生、よろしくお願いします。お願いします。で、今回私の方で SNS を通じてですね、山本先生の質問をちょっと募集してみました。結構ですね、ニッチな質問だったりいろんな質問をいただいたんですけれども、今回ですね、もう全て答えていただけるということなので、いろいろ質問していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。一つ目なんですけれども、ダイエットに最もおすすめの有酸素運動があれば教えてほしいということなんですけれども、これ何かありますか？まあ、有酸素運動とは、言えないかもしれないんですけども、いわゆる高強度インターバルトレーニング、ヒートですね、はい、HIIT、ハイインテンシティのインターバルトレーニングが、とても有効でして、はい、いわゆる田畑式というものですと、20秒全力運動、10秒軽く、というのを、6セットから10セットぐらい行うんですけれども、はい、そちらは心肺機能を鍛えるという点では非常に有効でして、体脂肪を減少させるとなると、普通の人がやるにはちょっときつすぎる、かなりきついですね。ということで、20秒にするとだいぶ楽になります。20秒全力、20秒軽くですね、はい、エアロバイクとか使ってもいいですし、あるいはもう、ジャンピングスカートとかでもいいんですけれども、20秒全力でやって20秒軽く歩くと。これバーピージャンプとかでもいいんですか？バーピージャンプでも十分、20秒全力でスピードで、速いスピードでやれば、十分ヒートとして、成り立ってきます。週何回ぐらいやればいいですか？いろんな研究結果ですと週3回でも十分効果があると言われています。なんかこう、今までボディービルとかだと、こうウォーキング、やっぱりこう筋肉量を減らさないために、こうウォーキングをこうゆっくり長くやるようなやり方がこう比較的メジャーだったと思うんですけれども、このヒートのメリットとしてはどういったところを挙げられますか？まずウォーキング自体がですね、あんまり効果がないといいますか、それほど、カロリーも使わないですし、ただ疲れるだけみたいな感じになってしまうんですね。でウォーキングをやりすぎますと筋肉がなんていうか、逆に疲れてしまいますので、疲れないように、カロリーを使わないようにっていうモードに体が入ってしまう、なることもあります。あとは、ずっと歩いているとチキン繊維が増えてしまうということもあったりしますので、むしろ、ウォーキングは控えめにして、ヒートの方をメインにやる方がいいと思います。これはトレーニング前、トレーニング後、どちらがいいでしょうか？もし両方同時にやるんでしたら、先にヒートやって、少し10分ぐらい休んでからウエイトをやるといいです。おー、じゃあなんかいいアップにもなりそうですね。そうですね、例えば逆に足のトレーニングなんかでしたら、足のスクワットとか重いのでやって、その後にヒートでやるバイクでやってクールダウンにするっていう方法もあります。おー、トレーニングしない日にやってもいいんですかね？本当はその方がいいです。あ、本当はその方がいいですか？やって代謝を上げて、で、やらない日はヒートで代謝を上げるという感じで、毎日、代謝を高めておくっていうことが、ダイエットのためには、役立ってきます。あ、じゃあ、オフの日にヒートがいいっていうことですね。わかりました。ありがとうございます。この質問者の方がですね、私自身もビーストさんと同じように糖質を少し取っただけでかなり太りやすい体質です。逆に、いっぱい糖質を取った方が痩せる方もいますが、私には通用しません。太りやすい体質向けの PFC 運動量をお伺いしたいですということなんですけれども、何かアドバイスありますか？まず糖質を制限することによって効果が出るっていうのはですね、多くの人にも言えそうなんですけれども、腸内細菌の状態が、結構関係してきまして、普段から穀物とかを多く摂っている人はプレボテーラっていう、腸内細菌が多くなってしまって、そうすると、糖質を制限したダイエットに反応しにくいってことなんです。なるんですね、はい、ただ半年ぐらい、糖質制限を続けていきますと、体内が、腸内細菌も含めて、それに慣れていきますので、最初はうまく、いかなくても糖質を制限して半年ぐらいやると、うまく体がそれに適応して、体重が落ちてくるようになります。糖質制限はうまくいくけれども、糖質を取ってしまうとすぐ太りやすいというような方は、もともとインスリンの働きがちょっと悪いということがあるんですね。インスリンの働きを高めるためには、アルギニンですとかアルファリポ酸ですとか、亜鉛ですとか、いろんな栄養素が必要になってくるんですけれども、ここではちょっと水溶性の食物繊維であるイヌリンというものをちょっと進めておきたいと思います。イヌリン、そしてあとホエイプロテインですね、はい、イヌリンとホエイプロテインを、取りますと、体内で GLP-1 というホルモンが出るようになりまして、インスリンの働きが良くなってきます。そうすると、糖質をとっても太りにくい状態になってくると思いますので、どうも糖質をとるとすぐ太ってしまうというような方は、糖質はですね、ちょっと、水溶性食物繊維を多く含んでいるオートミールとかそばとか、そういったものを多く食べるようにして、追加でホエイプロテイン、
まあ、あとはイヌリンを取るというようにするといいと思います。じゃあイヌリンっていうのはもう単体サプリメント買った方がいいですか？その方が便利ですね。運動量についてのご質問もあったんですけども、はい、多分運動量をこう増やした方がいいのか減ら、まあ、それとも通常量でいいのかっていうような意味での質問だと思うんですけども、運動量は多いに越したことはないですかね？その通常量というのはトレーニングしている人多分そのままという、はい、はい、そうだと思います。まあ、食事でですね、あのカロリーを減らした状態 で運動量を上げてしまいますと、はい、逆にオーバーワークになってしまってカタボリックが進むということもありますので、すでに現在トレーニングしているんでしたらトレーニングの量は変えないでいいですから、うん、食事だけを、変えていった方が無理がなく、減量できると思います。で、続いて質問なんですけれども、こんにちは、いつも拝見させていただいております、質問です。ヨガと筋肉トレーニングの相乗効果について、メンタルやフィジカルどちらもいいとされているヨガですが、これを筋肉トレーニングと組み合わせることによって筋肥大のスピードが上がったり、瞑想などで集中力が上がるため、筋肉の可動域が広がるために筋肉トレーニングの効率が上がったりといいこと尽くしだと考えております。ただこれは質問者の方ですね、私自身の見解であるため、ぜひですね、今回のコラボ動画で議題に上げていただくと嬉しいですということなんですけれども、まあ、きっとこの方はヨガ大好きな方だと思うんですけれども、この相乗効果についてはどう思いますか？ヨガもですね、筋トレに関してはメリットとデメリット両方ありまして、はい、メリットとしてはヨガの中にはですね、テストステロンを増やしてくれるポーズがあると言われるんですね。コブラのポーズって言われるんですけども、はい、まあ、体をこう、まあ、こう反らしていくようなポーズがありまして、はいはいはい、それをやるとテストステロンが増えたというような報告が実はあります。あとコルチゾールもですね、はい、減らすことができたというような、うん、リラックスによって減らすことができたというような作用がありますので、ホルモンの面で考えると、ヨガは筋トレに効果的ということになるんですが、はい、ただしですね、あの交感神経、副交感神経で考えますと副交感神経の方が、優位になりまして、うん、ヨガをやると、まあ、リラックスということがありますので、トレーニング前とかにやってしまうとちょっと良くないかなと。リラックスしすぎてちょっとトレーニングで気合が入らない、うん、ということもありますので、やるのでしたらトレーニングの後にやるようにするといいと思います。はい、ありがとうございます。なのでぜひですね、このご質問いただいた方もですね、トレーニング後にヨガをやってみてはいかがでしょうか。続いての質問です。山本先生は増量期 10% 体重を増やして 5% 落とすと言いますが、だいたい期間はどのくらいですか？おそらくどのくらいの期間 10% 増やして、でどのくらいの期間で 5% 落とすっていう意味だと思うんですけども、こちらはどうでしょうか？大体ですね、減量自体はあまり長くしたくないということもありますので、減量自体の期間は最大で6から8週間ですね。増量の 10% というのはもう少し長く取ってみると、2ヶ月から3ヶ月かけて、10% 増やして、ゆっくりゆっくり増やして、そして6週間から8週間の間で 5% 減らすというようにすると無理なく、できると思います。ぜひですね、あのコンテスト出てる方はですね、あの終わった後気が緩んで爆食いしてしまう方も、まあ、私なんですけどね、いると思うんですけども、まあ、そこはちょっと冷静にグッと抑えてしっかりいいバルクアップをしてください。で、続いての質問なんですけども、減量中に風邪をひいてしまった時の食事法やトレーニングの再開時期について知りたいですということなんですけども、風邪をひいてしまった時のまず食事って何かアドバイスありますか？まずはですね、サプリメントの方になってしまうんですけれども、トレーニングをしていますとどうしても免疫が下がるんですね。免疫が下がる理由としてはグルタミンが消費されるんです、はい、ですので、まずはトレーニングしている人は風邪ひいている時もひいていない時もグルタミンを目に取るようにしてください、かなり風邪の予防になると思います。まあ、普通の人にとってもあの予防になるんですけども、トレーニングしている人は特にグルタミン効きますので、普段から、グルタミン1日、まあ、トレーニング終わってから 10g ぐらいは取りたいと思います。風邪をひいてしまった場合は、だいたい食感にですね、5555っていう感じで1日 20g ぐらいグルタミンを飲むと早めに治ると思います。あとはビタミン C。ビタミン C。ね、ビタミン C はもう、普段から、1日 3g から 5g ぐらいは取っておきたいんですけれども、風邪をひいてしまった場合はかなり大量に必要になりますので、まあ、1日 10g からもう 20g とか取ってしまっても問題ないと。じゃあ最後の質問です。現役時代にライバルだと思っていた選手はいますか？今まで一番すごいと思ったビルダーは誰ですか？マッスル北村さん、山岸さんについてどう思いますかっていう、かなりボディービル好きの方の質問だと思うんですけれども、まず最初の現役時代に、まあ、ライバルと思った選手って誰かいましたか？やっぱりですね、あの今ちょうどマッスル北村さんの、お話が出ましたけれども、北村さんが、ずっと目標でして、で、まあ、
同じ舞台に立てるかどうかっていうところでちょっとすれ違ってしまったんですね。自分があのアメリカの大会で初めて優勝した時に、アイアンマン・アイアンマン・メイデンという1998年のコンテストだったんですけれども、まあ、それにですね、数ヶ月前に北村さんと一緒に出ましょうというような約束をしたんですけれども、コンテストの2ヶ月前ぐらいになって北村さんから電話がかかってきまして、山本君ごめんちょっと怪我しちゃったよ、どうしても出られないよみたいな、まあ、わざわざ電話をくれたんですね。そういったことがあってちょっと、同じ舞台に立つことはできなかったんですけれども、そういった思い出が北村さんにあります。今まで一番すごいと思ったビルダーっていうことなんですけれども、多分、まあ、国内国外っていると思うんですけれども、はい、どうでしょうか。まず国外ですとセルジオ・オリバーですね。まあ、ちょっと画像検索とかしていただければ、はい、セルジオ・オリバで見ると分かると思うんですけれども、ね、まあ腕とウエストがもう同じぐらいのサイズの、すごいですね。キューバの、ボディービルダーでして、その選手は本当にすごいと思いました。日本ですと現役時代、JBBF にいた時に小沼さんが、はい、ずっともう、絶対王者として君臨されていて、小沼さんと一緒の舞台に立ったのは、まあ、2回とか3回ぐらいなんですけれども、はい、やっぱり、当時骨格が本当に素晴らしくて、肩幅もあって、で身長も高くてという、まあ、なかなか JBBF の他のビルダーにないような、骨格、筋肉のつき方を、されていましたので本当にすごいなと思いました。山本さんがやっぱすごいっていうぐらいなんで、相当近くで見たという迫力があったんでしょうね。そうですね、当時は、まあ、小沼さん身長多分175ぐらいで、コンテストの時の体重も85キロぐらいだったと思います、はい、で足の太さですとか背中の広がりなどが、他のビルダーとはもう、隔絶した、違いでした。マッスル北村さん、山岸さんについてどう思いますか、どう思いますかっていうところなんですけど、どう思うかって言われても困るんですけどちょっと難しい、なんか攻撃すぎるあれなんですけども、まあ、北村さんとしては、まあ、さっきお話した通り、思い出もありますし、目標でもありますし、まあ、40歳で、亡くなられて非常に悲しい思いもしたんですけれども、まあ、いつまで経っても、私たちの目標で、あり続けて、いられるような方だと思います、はい、山口君についてはですね、まあ、大学の後輩でも実は、あるんですが、そうなんですね、まあ、そういったこともあってかなり学生時代から、知り合いでますので、そうですね、もう本当30年じゃないか、25年ぐらいの、まあ、付き合いにはなるんですけど、はいはい、まあ、アマチュアの時からプロになってから、まあ、いろいろあったんですけれども、本当にメンタルが強く、普通だったらちょっと折れてしまうようなところでも、まあ、挫折せずに、奮起して、まあ、以上にすごくなっていまして、で今も、まあ、それなりの年齢にはなってしまったんですけれども、素晴らしい仕上がりでまだ、プロとして活躍していますので、本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。今回なんかかなり貴重な話をですね、私自身も聞くことができたので、ちょっと話聞いててワクワクしちゃいました。またですね、あのこういった機会では質問なんかも募集したいと思いますので、今回いろいろ話していただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、山本先生はですね、あの本だけではなくてメルマガなんかもしっかりと配信されていて、そこでもすごく勉強になります。私自身も実はそのメルマガも登録して拝見していますので、ぜひ専門的な知識を見たい方、知りたい方っていうのはですね、メルマガ登録と、あと本もすごくね、あの今回話した内容なんかも書いてますので、ぜひ購入してみてください。先生、今回もありがとうございました。